文化放送土曜シニア0時枠とはかつて、または現在、文化放送で土曜シニア0時代に放送している番組枠の総称。開局から1960年代は放送終了が、早く、世界の名曲が1日の最終番組だった期間が長く続いた。それが1967年4月改編以降、日曜深夜を除き24時間放送化となったのに、伴い、 状況は一変する。1969年6月スタートの聖・ヤング開始に伴い深夜放送枠の文化放送、人気番組へと成長するが、1975年9月末で土曜日のみ聖・ヤングは打ち切り、その後はロックを主体にした音楽番組を中心に編成されていた。 1981年10月10日に23時24時30分の90分枠で、佐田正氏のせい、ヤングがスタートするのに伴い、24時30分25時30分に、大学受験ラジオ講座、100万人の英語を移動させた、ため語学、教養番組枠に変わった。ちなみに24時30分25時30分枠が、語学、教養番組枠になったのは、 土曜23時代にアニメトピアやアニメナウを編成し始めた1980年10月11日帯であった。セイヤングスタートに伴いアニメトピアは日曜21時へ移動アニメナウも土曜21時へ移動された。その後は実に12年半という長きにわたって変動しなかったが、佐ダマサシが体力的な都合で土曜夜の生放送を打ち切る ことになり1994年4月2日で、西安具は終了。平日深夜に投入したカモンファンキー、リップスとの絡みで、ラジオ講座を週末に生放送で集中させる、方針を固め、翌週の4月9日より、大学受験ラジオ講座制ワイド J ランドを、土日用23時26時の長時間枠で、スタートする。 ところが、セイ・ヤングと打って、代わり、J ランドは、実質、高校3年生と浪人生にしか聞かれないことが、難点となって、リスナーを一気に失った。J ランドの打ち切り後、単発のお笑い特番を挟んで1995年4月15日、以降は、A、A&G 枠のキラーコンテンツ時間となり、2003年4月からの、田村ゆかりのいたずら黒うさぎ。 ラジオアニメロミックスは10年以上の実績を積み重ね、長寿番組の地位を確立した。しかし、ラジオアニメロミックスは2015年9月いっぱいで、地上波での放送を終了。いたずら黒うさぎも2016年3月で終了し、番組のラインナップはこの半年で大きく様変わりした。その後、2018年7月からは、 キングアミューズメントクリエイティブ本部が関わる番組の日本立て形式が確立している。1970年10月まで1995年4月まで1995年4月以降1969年5月まで1995年4月まで1995年,19年,19年4月以降。ありがとうございます。